老化防止的なものが。あ、そういうの嬉しのって大人の行動感2の講師の、嬉しの茶学、添島先生をお招きします。じゃあ皆さん大きな拍手でお願いします。よろしくお願いします。いやなんとか説明終わりました。全国の人にお疲れ様です。いっぱいいっぱい来てました。もう佐賀の歴史ってすごいですねっていうのはまあ嬉しいんですけどね、うん、身近なのに知識が少ないのがお茶だと。その身近にあるけどもっとよく知られていい知識がたくさんあるのがお茶だよねっていうのがさっきおっしゃってて、いやまさにそうだよなっていう、そういう知識を飲みながら、もうあの今日はね、あ、そう、飲むオンライン講座って呼んでますからね、舌とこう脳と鼻と、もう全もう五感ですよね、うん、五感で学んでいけたらなと思います。はい、まずはですね、こういうエーサー禅師といいまして、この方が中国から、最初は薬草として、日本に持ち込まれたのが、お茶の最初と言われています。このエーサー禅師がですね、最初に日本に持ってきてそのお茶の木を植えたところが佐賀と、佐賀県瀬振村という嬉野から少し車で行ったところなんですが、そこのですね、良泉寺というお寺の、上の中腹にですねまだお茶の木も今植わっていて、ここが、お茶の発祥の地という、説があります。でまあ、ちょっと右下に諸説ありっていうんですけど、まあ、いくつか説があるんですけども、それは全部無視していいですね。もう佐賀が発祥の地ですよ。なんかメモってる方いらっしゃるみたいだから、あ、そうなんですね、これあのそう書いて、はい、太字で書いておいてもらいましょうか。はい、佐賀ですね、はいはい、で、お茶といえばこの人ですね、千の琉球です。まあ、ここら辺ももう歴史のところですね、織田信長、秀吉に仕えたと、いわゆるその今あの茶道、今でも続いている茶道のですね、所作を作り上げた人ですね。わび茶、その日本の文化であるそのわびさびの良さなどの、そのいわゆるその美しさを体現化した人ですね。で茶道に関して少しあの地情報として、茶道をやられてる方と表千家と裏千家であるんですね。で表千家が、千の利休が作り上げた、何百年も前に作り上げた所作を変わらずに伝承しているのが表千家ですね。その裏千家が、その時代時代に合わせたお点前で、お茶を入れると、この2つに分かれて、で、その千の利休の後の時代ですね、それまでずっとあのもう上級の飲み物だったお茶なんですね、もう本当に将軍クラスとかそういった方々が、いわゆる茶室で飲むお茶が、あったんですけど、そのお茶をですね庶民に広めた方がいて、この方がこのなかなかパンチの効いたこの画像なんですけどこの人が交友会バイサオと言いまして、この方がこう肩に肩上げて、お茶を持って行って庶民に広げていったっていう方がいらっしゃるんですね。でこの方がなんと佐賀県の佐賀市の、出身の方です。これね、バイサオはあれですよね、その日本最初のカフェと呼ばれたりしますよね。そうです、もう本当にですね、その例えばその木の下で、湯飲みと急須を広げてみんなにお茶を振る舞ったって言われている方ですね。で、その中で今全体にあのお茶のことを言いましたが、その私が作っているこの嬉野で作っている嬉野茶について少し説明をします。九州北部に位置しをしまして、嬉野、佐賀県の中でも南西部、本当の佐賀、長崎県との県境に、位置する場所です。まずこう一番有名なのは温泉ですね。嬉野温泉という温泉が湧き出ています。この渡辺別荘さんでもあのいい温泉があります。でこの温泉が約1300年前から、湧き出ている、そういう町です。で次に私が作っている嬉野茶で、嬉野茶も、産地生産量としてはあの少ないんですが、500年の歴史を要しております。で次に肥前、吉田焼ですね、
これもですね有田、まあ、広域の有田焼になるんですが、うん、ここも実は、400年の歴史を持つと。小さな町ですけどこう何百年も続く産業が、こう根付く町です、うん、で嬉野茶の歴史ですね。この辺もですねネットにいっぱい載ってますので、あの気になる方は調べてください、ね。まあ、中国から、伝わってですね、まずはその器を作るあの陶工ですねの方が、あの釜で行って作るお茶、釜入り茶をですね、中国から持ち込んだって言われているのが、1504年、だから今から500年ちょっと前ですね。で今年で、まあ、その資料からいけば517回目のこの新茶が間もなく収穫できますよという歴史ですね。すごい、数えられてるんですね。数えられてるんですよ。で、嬉野茶に2種類あります。で先ほど言った中国からあの伝来した伝統的な製法ですね、釜で煎って作る、お茶ですね、釜入り製の玉緑茶と言います。大体お煎茶と言いますとこうピンと針のように伸びたものが、一般的なんですけれど、嬉野の特徴としてはこうくるくると回った玉緑茶と言います。で玉緑茶を作っているんですが、その玉緑茶の中にも2種類あって、まずこの釜で煎って作る釜入り茶ですね。もう本当に名の通りこうあの香ばしくすっきりとしたお茶です。でこれは歴史的には古くからこうあるお茶なんですけど、今嬉野茶の全体からだいたい 5% ほどしか作られてないちょっと貴重なお茶になります。これが、まあ、我々がだいたい今一般的に作っている、蒸し製の玉緑茶ですね。もう一般的にはお煎茶と呼ばれているところも、もう私どもうちの商品でもお煎茶と言ってるんですけど、あの茶葉を蒸気で蒸して作る製法ですね。これがだいたい嬉野では、もう9割以上の生産量を占めるというお茶です。この2種類を作っているっていうのが嬉野のお茶の特徴ですね。はい、特徴です。ありがとうございました。これもう1個の方は 5% しかないっていうのはこれなんでなんですか？あの僕のですねひいじいちゃんぐらいまではあの結構釜入り茶が主流だったんですよね、うんうん、けどそこからやっぱり生活様式とか食生活の変わり目でやはりこういったまろやかな緑色のお茶っていうのが好まれるようになってきたんですね。でそこで釜入り茶を作っていた生産者がどんどんこの無脂製の玉緑茶にこう変換をしていくっていうのがここ50年とか60年ぐらいの流れですね。皆さんのお手元にあるものの品種は今日はですね、はい、あのさえみどりという品種を、さえみどり、はい、今一番ですね日本でもあのこう 評価が高い、うんうん、まろやかで甘みのあるお茶ですね、うん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 、今日はですねちょっとこう裏技的な入れ方を皆さんに裏技を、はい、こう提案したいなと思ってるんですけど、あの本当に簡単に美味しく入れれるっていうのをやりますので、はい、ぜひぜひ、まあ、お煎茶を入れるんですけど、お煎茶今日ちょっといいお茶を使ってますので、だいたい適温が60度から70度ぐらいで、今ポットこう沸かしたてなんでだいたい90度ぐらいあるあのお湯を一気に70度まで冷まして入れるという方法ですね、はいはい、じゃあ皆さんじゃあ一緒に進んでいきましょう、まずですねお送りしたこのさえみどりという品種のお茶、これを封を切ってください。あ、すごい、皆さんで封を切ってる。すごい、なんか不思議な感覚です。この香りを嗅ぐというなかなかプロフェッショナルな方がいらっしゃる。おお、いいですね、いいですね。僕もそうですね。はい。じゃあこの茶葉を急須に入れてください。大体、1人分が 3g なんですけど、今日はちょっと多めの 5g をこの袋に入れてます。で先ほど言ったこの90度のお湯をこのまま注いじゃったら甘みとかがなかなか飛んでしまうので、うん、ここでですね一番のポイントがあります。お水ですね。皆さんお水ありましたか？お水ありますか？で
このお水もこのお湯もできれば浄水器とかミネラルウォーターとかあのカルキ臭がしないものを使っていただくのが一番です。で、このお水をですね、まず急須のですね、だいたい飲みたい量の大体3分の1から、4分の1から3分の1ぐらい、まあ、大体3分の1ぐらいを目安にもう入れちゃってください。お、先にお水を入れるんですね。はい、先にお水を入れます。すごい、本当に裏技ですね。これ、本当に裏技です。ちょっとここを取れますかね、この量。急須の中。これぐらいですね。ちょっと見づらいですかね。で、全体量のまず3分の1から4分の1程度 のお水を入れてください。そしたらここにこの90度のお湯を注ぎ入れます。おこの程度ですね。で、今日はですね抽出時間を1分と短めに設定します。で、皆さんタイムはないと思うのでこの砂時計を基準としてこの砂時計1個で100名分のお茶を入れるというなんだかこう面白い入れ方ですね。その砂時計責任重大ですね。重大ですね。1分半1分ですね。はい。で、スプーン皆さんご準備ありますか。お湯注がれてますね。これでですね一旦ですねまあ、10秒から20秒ぐらい今も経ってますので一回ですね軽く中をかき混ぜてください。ですね、すごいほんのりいい香りがしてきたと思います。まだ蓋は閉めなくていいです。はい。で、今1分の砂時計の砂が全部落ちましたので1分経ちました。で、注ぐ前にですねもう一回軽く急須の中をかき混ぜてあげてください。そして蓋をしましてこの皆さん1杯ですかね2杯でもいいですので1杯の時でも何回かにこう分けて入れていただいた方が中で茶葉が動くのでよりきれいに出ます。こんな感じですね。出来上がりがこれぐらい。今日は少し深蒸し茶なのでこういった感じで緑に濃いく出る状態になれば OK です。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ皆さん飲みましょう。あー、なんだろう、これすごいすっきりしてますね。そうですね、まろやかな風味とその中にあるその甘みというのが特徴のお茶ですね。あとちょっとこの、まあ、照明で今日はあれなんですけど非常に水色といって、はい、お茶はですね水の色と書いて水色というそのこのお茶の色が非常に鮮やかに出る特徴になりますね。あ、いいですね。チャット欄にたくさんコメントが知らない間にめちゃくちゃ来てます。おいしい、甘いです。甘くておいしいです。まろいがすごくわかる。まろい。まろいっていいですね。まろい。使おうかな。今日、じゃあ明日の佐賀新聞の一面はまろいでお願いします。お茶入れるときに何考えて入れてらっしゃいますか？ものすごくこうおいしく入れるためにいろんな要素があるんですね。で、茶葉の量であったり、抽出時間で、何よりお湯の温度。いろんな要素があるんですけど、そこがですね、やっぱりそのお茶の魅力であって、日本人が持つやっぱり美しさだと思うんですよ。うんうん、っていうのはやっぱり日本人の美しさというのは相手のことを思って察すること。で、その気持ちがそのお茶に一つフューチャーされていて、うん、相手のことを思いながら茶葉の量に気を使い、お湯の温度を気を使い、そして相手のことを思いながら入れるっていうところが一つ日本の文化そのものがここにあるんですよね。うんうん、なのでまあ相手を思いやったり時には自分を思いやったりしながら入れる
ていうのは一つやっぱり日本人の美しい心、うんうんうん、文化につながっていくということですね。ということはさっきは僕のことを思いながら入れてくれたということですね。はい、倉内さんとあと100名の人間が、はい、ありがとうございます。はい、はい、あ、ちょっと質問が来てるのも一個読もうかな。はい、北川さんから、いいお茶、良くないお茶って基準があるのでしょうか。いわゆる血管茶ですね、うん、これはこれ失敗したなっていうお茶はやっぱり苦味があるお茶、うんうん、あの渋みはいいんですけど苦く感じるお茶というのは生産の段階とか加工の段階でどっかでミスをしたお茶というのは苦く、こう下の一番縁のところで感じるあの苦さですね、うんうん、その苦さを感じるのはどっかでこう血管があるお茶かなっていう、うん、渋みっていうのはお茶の、いわゆるお茶が体にいいというものはカテキンなんですね。でそのカテキンがその渋みなので、うんうん、渋みを感じるお茶はあの非常に問題なんですけど、うんうん、苦味のあるお茶っていうのはちょっとどっかに問題がある可能性がありますね。なるほど。嬉野茶の特徴、嬉野茶、なんで嬉野のお茶って美味しかったり、なんで嬉野はお茶の産地なんでしょう。お茶の木って大体水はけが良くないと育たないんですよね。で北部九州嬉野とか八女は 山奥に入らないと茶畑がないのはそのためなんですよ、うん、っていうのは北部九州の土は粘土質なので水はけが悪いんですよね、うん、なので斜面とか山に入らないとお茶の木を植えても育たないんですよ、うん、でこういった平坦部に植えても育たないけど一旦ですね粘土質は水はけが悪い分ですね非常に肥沃なんですね、うん、あの粘土質の土壌自体に栄養素を持っているので非常に味が濃ゆいお茶が取れます、うん、今日飲んでもらったお茶その旨味甘みとか渋みとかこうトータル的なそのお茶が持つインパクトのある味っていうのが、うんうん、ガツンって出るのがやっぱ北部九州のその嬉野茶の特徴ですね。で静岡とか鹿児島とかは、近くに大きな火山があるんですね、うん、まあ、桜島であったり富士山であったりで大地自体があの白洲大地であの非常に水はけが良いあの土壌なので平坦部でも、お茶の木が育つっていう環境ですね。なるほど。あとはあれですね、土壌以外 の, そのやっぱやり方とか嬉しいのだから美味しくなる方法とかをなんかされてたりするんですか、うん、生産者の方としては。私たちが作ってるその玉緑茶というのはあの若い芽を摘まないと、うん、あの製品にならないという特徴があるので、うんうん、生産者としてはいっぱい伸びて、1枚の畑から50キロ取れるところを70キロ取った方が本当は生産効率もいいんですよね、うん、まあ、収益もいいんですけど、はい、けどあえてそこを50キロに抑えて作らないといけないような製法なので、うん、70キロにしちゃうともうお茶が品質が落ちてしまうのでそこはこうしっかりとした品質を求めるためにあの見る目っていうあの若い芽を見る目っていうんですよ。見る目、見る目済みっていうのを産地としては徹底してますね。はい、というのが僕も知らなかった、佐賀県民としても知らなかった嬉野茶の美味しい理由でございました、うん、はい、はい、じゃ あ, あの皆さんは飲んでいただきながらちょっとねまずはどういうところでお茶が取れてるかっていうね副島さんのところ の, あの茶畑見ながらさらにお茶を飲んでいただければと思います。これ美味しく感じるでしょうね。はい、ぜひぜひ。ここが自宅の一角でちょっとお店みたいにしてるところですね、はい、ちょっと小さなところですか。いらっしゃいませ。今日は天気がいいので茶畑行きましょう。なんか取られ慣れてる感じがするしますね。私の愛車ですね。自宅付近は大体標高200メートルあんまり高くはない場所なんですけど、もう本当に山奥です。茶畑に着いたところですね。
ここはまた後ほどしっかりとご説明をするこの天茶台という場所ですね。はい、ここが私が管理をしている、茶畑です。でこう風景がいいので向こうを見てください。今日ですね、事前に皆様にお送りしたお茶がですね、この天茶台のある一段下のこの茶畑ですね。ここで、昨年の4月の22日に、収穫をしたお茶を皆さんにお届けしております。もう少し新芽が出てきております。ここはですね、嬉野の市街地が、一望できる場所です。で嬉野がまあ盆地であるという山々に囲まれた環境が分かってて、で市街地が見えて一番右端ですね、こっちから見て右端が、来年新幹線の開業を迎えている駅舎も、見ることができます。これ飲んでからね、そうですね、飲んでからこの映像を見せられたらそれは行きたくなりますよね。これはなかなか、けどその採れた茶畑を見ながらそのお茶を飲むっていうそういう機会もあんまりないので、今日はもう本当に皆さんこう今飲んでいていただいてるお茶が本当にあそこで収穫をした茶葉ですね。はい、今日は飲んだ後で先生の自己紹介してもらうっていうね、はい、ようやく私は、はい、何者かっていうのはじゃあお願いします。はい、で嬉野茶の、生産農家の添島と言います。私で4代目になる、茶農家でございます。高校卒業してですね、静岡にある茶業試験場という場所がありまして、そこに、2年間研修をしました。その後はですね、東京に、1年ほど、茶問屋さんで修行をして、こちらに帰ってきました。22歳で、お茶農家を始めて、大きく切り替えたことはですね、うちも一般的な農家さんみたいにその5月に新茶を摘んで何百キロ何トンっていうお茶をこう農協さんにドンと出荷するっていう農業形態だったんですけど、私が就農と農家になることを就農というんですけど、就農するきっかけに、小売販売ですね、販売までやるっていうのを切り替えて、今日まで来ております。で今日飲んでもらってるその緑茶以外にも紅茶とか世間ではそのウーロン茶なども、作っております。で、まあ、添島園としての特徴は、ちょっと栽培方法をこだわってやっております。で一つは無農薬栽培、もう一つは減農薬栽培、無農薬栽培に関しては先ほどの自宅からさらにまた標高を上げまして 500m の高地でですね、茶畑を栽培しております。で、まあ、私も含めて添島園が、大事にしているところが、伝えるという、ツールワードですね。で向かって左手がうちのパッケージですね、このお茶が、どういった特徴のお茶なのか、どういった時期に採れたのか、どう飲んだ方が美味しいですよっていうのをこうまずシンプルではありますがパッケージに、記載をしています。でその他にもFacebook とか Instagram、 そしてホームページなどを使って、このお茶がどういうお茶なのか、添島園というのは、どういう茶農家なのかというのをしっかり伝えるということをこう重要視してやっております。で何を伝えるのというところ で先ほど見ていただいた環境であったり嬉野茶の歴史であったりとか、まあ、お茶の内容で入れ方、まあ、最近ではペアリングとかティーペアリングとかもございます。その料理とかお菓子に合うのは何でしょうかっていうところを伝えたりとか、あとはもう現場の農作業とか我々の作り手の思いとか、そもそも添島人としてどういう人っていうのをこう伝えていくっていうのをやっております。で、最近ですね、なかなかやっぱり日本茶の消費が伸び悩んでおります。でなかなかこの、まあ、画像にもありますようにペットボトルのお茶というのは
非常に増えているんですが、なかなかそこから急須にを使っている入れるお茶っていうのが消費がなかなか、広がっていかない。なのでもう最近ではその急須がない家庭というのも珍しくはなくて、で今日やったような入れ方がわからないとか、とにかく入れるの面倒くさいよねっていう声も結構聞かれます。今日はちょっと皆さんに少しこういろんなアドバイスを逆にいただきたいなというところがあって、どうすればこの今後そのお茶の消費が増えていくのかとか、まあ皆さんの生活の中でどんなところでお茶を飲みたいのっていうところとか、あとはそのもっとペットボトルとか、給水以外にこういった商品があればいいのになっていうのがあればですね、こうなんか聞かせていただければなと思っています。はい、っていうところですね。はい、はい、ありがとうございます。これをちょっと皆さんよかったら思いついたことをチャットに書いていただきたいんですけど、ちょっとまずは考えながら2回目のティータイムに行きたいと思います。はい、で1煎目入れた時に茶葉が多分こんな感じで偏ってると思うので、ここですね、このお尻の部分をコン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 としてあげたら中央に茶葉が寄ってきますので、まずこれをやってください。実は2煎目あんまり裏技も何もないです。これはですね、2煎目はもう熱湯をそのまま注ぎます。で抽出時間はもう10秒以内に出しますので、皆さんその心準備をお願いいたします。よろしいですか。もう90度のお湯をそのままずっと注ぎます。よろしいですか。でもうほんと、まあ、10秒ぐらい今経ったので、もうすぐ注いでいきます。今回も数杯に分ける方は回し継ぎをしてみてください。で2煎目もですね、まあこういった感じで少ししっかりとした色が出るぐらいに次分けてください。今度ですね、はい、なぜ、熱湯をそのまま注いだかというと、うんうんうん、まあ飲んでいただいたら分かるんですけど、今度はですね少し渋みの効いたキリッとした味に変わります、うんうん、で1煎目のこうまろやかな甘みのお茶もこうお茶の醍醐味としてあるんですが、こういった少しキリッと渋みの効いたお茶っていうのも非常にお茶の醍醐味でもあります。で逆に食後とかですね、甘いお菓子とか合わせるときはこういった感じで熱いのでざっと入れてあげて少し渋みを効かせてあげるというのが、まあ、ペアリングとしては成立しますね。というところでいくつかご意見いただいてますが、はい、できるビジネスマンはコーヒーじゃなくて日本茶みたいになったらいいなと思いました。ああ、いいですね。うん、カフェインレスの緑茶があればすごくいいと思います。そうなんですよね。だからそこをやっぱりコーヒーとかは一回こう抽出したものをフリーズドライとかするので、そのところでカフェインが抜けるそうなんですけど、うん、なかなか茶葉から抜くっていうのは難しいところがあるんですよね、うん、けどなかなか品種改良とかが進んでるので、うんうん、なんとかしてもらいたいですね、うんうん、してもらいたいと人ごとにみたいな。日本あちこちにスタバのような緑茶のカフェがあればいいですね。ありがとうございます。で先ほどちょっとコメントにもありました、佐賀駅で限定的なんですけど、ホ茶といって歩くお茶と書いて、うん、テイクアウトのこのお茶のステーションを作ってたんですね、うん、そこもだいぶ好評だったんですけど、ちょっと期間限定で今はやってないんですけど、うんうん、非常にそのコーヒーを持って歩くライフスタイルから今度はお茶を持って歩くスタイルに変わってほしいですね。うん、じゃあ最後は今どんな最先端の取り組みを副島先生がされているかっていうのをお見せいただきます。はいはい、私もメンバーであるプロジェクトチームですね、これ嬉野お茶の時と書いて嬉野茶時と言います。ここはこの自己紹介のところでちょっと説明しましたので割愛しますが、温泉とお茶と吉田駅とこの3つがあるものですね。でそれぞれの、焼き物であったりかお茶であったりという、後継者がですね、集まって、この中に旅館の経営者の方とかいらっしゃって、
そういったメンバーで構成されている嬉野茶時が、5年前に発足をしました。で、今までその5年間でやってきたその企画のところを少しご紹介をいたします。で、これは嬉野晩餐会といいます、食事会ですね。大きなあの特徴としましては、食前と食後のお茶を出すんですが、食前と食後のお茶を美味しく食べるための料理ですね。始終関係が全く別で、逆でその料理に合わせたお茶ではなくて、お茶に合わせた料理を、星を持ったシェフが来て料理を作るという食事会を、限定的に嬉野晩餐会として行いました。で、次は一茶一華と申しまして、お茶とお菓子のペアリングのコースですね。で、一番大きく出ている画像が、まさにそうなんですけど、お茶に合わせたお菓子、お菓子に合わせたお茶をペアリングをしまして、これが3種類出てくるお茶ですね。はい、で、これがですね、嬉野茶時代表、代名詞的な企画になっています。嬉野茶寮といういわゆる、まあ、簡単に言えばカフェですね。お客様がご来店されて、例えば、紅茶を注文されたら、その紅茶を作っている生産者が、一番下の左側の写真ですね、ティーセレモニーという所作を行って、そのお客様のためにお茶をお出しをするっていうのが、今7名から8名、ちょっとメンバー今増えてるんですけど、この白い服を着た者が全員お茶農家です。で、それぞれの、作ったお茶を持っておもてなしをするという嬉野茶寮という企画ですね。で、これ先ほども少し言いましたけど、ホ茶ですね、いわゆる、テイクアウトのお茶番も、少し簡単な、このパッケージではなくて、ちゃんとこうかっこいいスタイルでお茶を、いわゆるスタバのお茶番みたいなもので、こうスタイルとして提案をするということですね。で、今じゃあ茶時何やってるのっていう話で、今はこの T ツーリズムというワードで、活動を行っています。で、今までずっと東京であったりとか、関東周辺にコラボで行く機会があったんですけど、今は一切その分を取りやめて、今度は嬉野に来ていただこうという企画をやってます。で、先ほどあの動画でありましたあの場所でお茶会をやる、茶空間体験ですね。で、私大体あそこでは私がお茶を入れるので、その演習がそこでお茶をお出ししておもてなしをするというのが茶空間体験で、茶泊ですね。今回は宿泊とお茶をこう一緒にしたもので、宿泊のお客様一組にあたり一人の茶農家がついて、チェックインからチェックアウトまでの一切の、お茶のお世話をするという企画でございます。で、この一杯のお茶を求めて計画されるその食べ先は嬉野というところで、今までその温泉に行くか旅に行くか、あそこにお茶があるねじゃなくて、あそこの茶畑のお茶を飲みに嬉野に行こうよ、で、嬉野と言ったらじゃあ旅館があるから泊まろうかとか、温泉あるから泊まろうかっていう、その一番最初のきっかけのところを一杯のお茶にして、 T ツーリズムとまとめて今活動をしています。はい、ありがとうございました。これお茶作りながら生産しながら販売ながら、よくこんだけのプロジェクトを回せますね。そうですね、やはりこう、まあ、慌ただしいというか、こう詰まった時間を過ごしてはいるんですけど、やっぱりこういったところはその目の前の仕事プラス、やはりその私たちその500年続くお茶業界をまたプラス100年200年続けていく義務があるので、一つその業界人としての大義のところが結構あって、で、まあ、もちろん仕事として私はもう区切ってやってるんですけど、やるべきことの一つかなと思ってやってますね。なんかまあせっかくね、こうプロ中のプロをお呼びしてるんで、そのいいお茶を作るご苦労とか楽しみとか、ちょっとその辺の仕事について聞きたいなと思うんですけど、いかがですか？そうですね、私はまさにその、まあ、途中言いましたその相手を思いやるっていうところがやっぱりお茶の文化の真髄と思うので、いかにその飲んでくれる人を思いながら農作業をやれるのかっていうところに重きを置いてますね。うんうんうん、で、やっぱり
最近よく見かけるのは農作物とか、例えば玉ねぎとか、その何でしょうね、トマトとかでも、こうテレビでよく見るのはかじっていうのに最初の一口甘いって言うじゃないですか、うんうん、で甘いがイコールあのいい評価になりつつあるんですよね。でそうじゃなくて、トマトはトマト あの酸味であったりとか青々しさっていうのがトマトだと思うんですけど、うんうんうん、これ一律に何でもかんでも甘いがいいってなっちゃうと、玉ねぎかじって甘いですとかいうのももちろんいいんですけど、それぞれの食材に良さがあるので、うん、でそれにあの僕もですね、そのお茶を作る時にもちろんお茶にとって甘みっていうのは重要な要素ではあるんですけど、ですので甘みだけではなく、そのちょっとこう渋みであったりとか、うんうん、そういったものを感じれるような、そのまあ、いわゆるグラフの五角形がしっかり埋まるようなお茶を作りたいなと思って日頃からやってますね。なるほど、確かにね。一番嬉しいなっていう時はどういう時ですか？もう純粋にやっぱり嬉しい、あの美味しい、美味しい、美味しかったよ。であとですね、うん、うちのあの結構あの動画で見ていただいて山奥なんですけど、うん、くしゃくしゃになったパッケージを一つ握りしめてうちまで来てくださるお客さんがいて、そういう時はちょっと泣きそうになりますね。あ、作っててよかったなと思う。今日めっちゃ美味しかったっていっぱい書いてあるから、これちょっとちゃんとスタッフでエクセルに起こして差し上げないといけないですね。はい、ぜひ、はい、夜な夜な読んで泣きます。そうですね、はい、嫌なことがあった時はいつもそのエクセルを皆さんのチャット欄を見てよし明日も頑張ろうっていうね、バイブルを、はい、そろそろお時間になってきたので、この全国またがるお茶会も終わりにしていきたいと思うんですけれども、いつもですね、まあ、基本佐賀でやってるイベントなので、いつもは佐賀の若者に向けて佐賀弁でメッセージをいただくんですけど、今日はあの全国の、大人の皆様に、はい、一言メッセージを、まあ、でもね、せっかくだから佐賀弁で、はい、じゃあ、はい、最後に、はい、佐賀弁で、はい、お願いします。じゃあ私からじゃあ一言は、まあお茶でも飲まんねの一言です、はい、で、この言葉はですね、ここ1年ぐらいコロナで不安定な世の中を過ごして中でですね、なかなか人としっくりゆっくり話すということはないですけど、やはりそのリモートでもいいですけど直接会ってぜひこの顔を見てお話をしていただきたい。そのところにですね、いい話でもそうでもない話でもやはりそのお茶を真ん中に置くことでいろんな寄り添い方があると思うんです。でお茶は非常にその空気とか皆様に必ず寄り添って、調和を必ず取ってくれる飲み物になるので、お茶でも飲みながら、そのこの湯飲みのあり方であったりとか、このお茶ってね、津島さんがあの山奥で作ってるんですよとかなんか言いながら、こうひととき、そういったひとときをぜひ楽しんでいただければと思いますので、いい時も悪い時も、まあ、お茶でも飲まんねということでお茶をぜひ飲んでください。はい、ありがとうございました。では今日の講師は嬉野茶学、添島先生をお招きして、お送りしました。じゃあ皆さん大きな拍手で終わりましょうか。はい、じゃあ大きな拍手で終わりつつ皆さんは3戦目を入れてくださいね。こっちも3戦目入れてもらいましょうかね。そうです、はい、はい、じゃあ今日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。一緒にその同じお茶を飲むという非常に画期的な企画になったので、まあ、画面越しでもありましたけど皆さんの表情が見れたので非常に嬉しく思いました。またですね、ちょっとやっぱりお茶に関する関心が高いなと思いつつ、本当に私の作り手としては非常に嬉しく思った時間になりました。